お兄さんのお仕事は消防士。よろしくね。よろしく。ここで突然だけどクイズ。え？僕がいつも乗ってる緊急車両はどれかな？どれかな？これは簡単だよね。みんなはわかる？消防士さんが乗っているのはパトロールカーかな？それとも消防車かな？わかった人？よし、じゃあ大きな声でせーのの合図でお答え教えて。いくよ、せーの。合ってる？正解。やったー、やったー。僕たちは消防士に乗って火事の現場に駆けつけるんだ、うん、じゃあもう一つクイズだよ。はい。僕たちが働いている消防署には消防車ともう一つ緊急車両が緊急事態に備えて止まっているんだ、うん、それはパトロールか救急車、どっちかな？え、消防署にあるのは消防車だけじゃないんだ。そうだよ、ティーク。みんなは分かったかな？なになに？ティーク、みんなお答え分かったみたい。じゃあ、消防署にあるのは救急車かパトロールカーか、さっきよりももっと大きな声で教えて。いくよ、せーの。待ってる？答えは僕から発表しよう。お、答えは救急車が正解。僕たちレスキュー隊員も消防署で働いていて、救急車に乗って怪我の人や病気の人のところに駆けつけるんだよ。そうなんだ。うん、僕たちが働いているのがこのファイヤーステーション。わー、かっこいい。ちなみに、あれ、おまわりさん、この無線でピピッと出動指令、変形ファイヤーステーションとビッグに変形デカパトロールカーはなんと合体できるんだ。デカパトロールカーをよろしくね。オッケー。おー、行っちゃった。ちょっと割り込みがあったけど、気を取り直して。はい。僕たちは何かあった時に備えていつも訓練をしているんだけど、今日はみんなにもその訓練を体験してもらおうかと思っているんだ。その名も、その名もトミカタウンを一緒に守ろう体力トレーニングゲーム。ゲームの説明をするね。はい。みんなその場に立ってくれるかな。みんな楽しいゲームのお時間だって。立ってください。立って立って、一緒にゲームしよう。後ろのみんなも立って立って。じゃあ周りのお友達とぶつからないようにお手手を伸ばしてぐるっ回ってみましょう。ストップ、ティー君ストップ。あららら、目回っちゃったの。お姉さんどこだ？こっち。あー、よかった。みんなもお耳回ってないかな。大丈夫。よし、準備 OK だね。よし、今からみんなには体を鍛えるために体を動かしてもらうよ。はい。今からスクリーンの右から左に向かってマークが流れてくるんだ、うん、マークが光ったらみんなにいろんなポーズをしてもらう。まずはこの矢印のマーク、矢印が指す方向の手を上げよう。矢印は左だから、丸のところに矢印が来たら左を上げるんだね。じゃあみんなよーく見てて。いくよ、左。今度は反対だよ。右。できた。よし、次はこの手のマーク、うん、これはみんなで手を叩いて。手を叩くんだって。じゃあみんなお手で準備して、よーく見てて。丸のところに来たら、次はこの羽のマーク、これが光ったらその場でジャンプ。ジャンプだってみんな。じゃあちっちゃくなって、ちっちゃくなって、よーく見て。クリオ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 、ジャンプ。もう一回、ジャンプ。やったー。最後は足踏みゲージ、この足のマークが光っている間は足踏みだ。こうやって足踏みするんだって。じゃあみんなストップ、見てて。いくよ、足踏み。
じゃあ次はいよいよ本番だ。はい、体力トレーニングゲームスタート。はじめは左、今度は右、もう一回左、またまた右、お手手をトン、もう一回トン、大きくトン、足踏み、派手だよ、ダンク、右、トン、左、トン、左、左、左、トン、トン、足踏み、みんな頑張って、みんなも頑張れ、派手だよ、ダンク。おめでとう、訓練完了だ。やったー。はぁ、でもお姉さんちょっと疲れちゃった。はっはっは。お姉さん、はい、こんなことで疲れてちゃ海方の平和は守れないぞ。ちょっとお姉さん、平和とかそういうのは僕は全然平気だよ。そうだ、うん、なんだったらこのままダンスを踊っちゃおうよ。よし、その意気だ。じゃあお姉さんも踊っちゃおう。みんなも踊れる。